君の脳に直接トーク妄想の宮です。こんにちは、こんばんは。ネバーエンディングナイトメアやっていきたいと思います。なんか、繰り返される悪夢的なゲームでしたね。で、この、斧を持って、なんか、あれだよね。閉ざされた部屋みたいのありましたよね。おぉ？血だらけ。あ、歯がいっぱい。無理やり抜いたんですかね。歯が抜けた人が後々出てきたりするのかな。それも、それでなかなか嫌です。お、ちょっと暗くなった。そういうタイプ。じゃ進むと、ああ、どんどん暗くなるんだ。あ、そうだ。走り続けると、彼ヒーヒー言っちゃうんだよね。持病の喘息が。あ、なんかね、コントローラーがブンブン震えてる。ちょっとずつ近くなってきてる気がするが、どうでしょう。え、でもなんか音的に右から？ん？左から来てる？追われてる追われてる。なんか、鎖みたいな音してるね。あ、で、これで壊すんだけど、なんか来てそうだけど、見たいけど、見れない。普通に逃げ切れた感じが、ああ。大丈夫？ああ、起きた。大丈夫だったんだ。あ、なんかすごいボロボロの家になってる。こういう怖いことがあったけど、やっぱ夢でした、みたいな繰り返しになんだね。終わりが想像つかないんだけど。ほい、やっていきましょう。どんどんなんか怖い体験をしていく感じなのかな？めちゃめちゃボロいね。今度は。どんどんボロくなっていくのかな？うわぁ、真っ暗。あ、ちょい。曲が怖い。やめたれ。あ、これ取れそうな。おぉ、怖い。花は取れないんだね。やるせないオルゴールの音楽がやるせない。どっち行くのかな。これは誰だろう。このなんか写真みたいのアップされる意味あんのかな。で、さっき入ったとこか。あれ違う。あ、入ったとこでしたね。じゃあ、ここ出たら、右に進む感じで。うわぁ、真っ暗。まあ、行くしかあるまい。どっかでオルゴール鳴ってんのかな？あー。これは？戸棚？ロッカー？入れそうだな。あ。あー。え、隠れる系のゲームなんすか？このゲームは。怖いのないって聞いてましたけど。あれ？これ、起きた部屋だね。あれれれれ？あー、階段下行ってなかったね、そういえば。さっきのなんか、追いかけてきてたような、何か鎖の音する人が、人かどうかわかんないけど、それも気になるとこですが、雑音が。なんか雑音が濃くなってきてる気がする。うわぁ。基本的に色ついてないとことよくわかんない絵以外は話しかけなく、反応しない気がするんだけど。うわぁ。濃い。右に行く。お、また知らない。これマップできんでしょうけど、何かのヒントとかになってんのかな？怖い。ここは入って、あー、ここに戻ってきてる。もうちょっと、一度来たところか。あ、なんか、コントローラー震え始めました。
これで隠れてると何か起こるのかな。あ、近づいてきた、近づいてきた。あ、なんだ、赤ちゃん。あ、バレつつある。バレなかった。セーフ。追いかけんのかな。あ、あ、バレたバレた。バレつつあるがセーフ。いやでも鎖的なもの、あ、やべ、バレつつあるだけで開けては来ない。知能的に。あいつをやり過ごすためのあれじゃなくて、いやまあやり過ごすためのあれなんだろうけど、一過性というか常にうろうろしてんのかな、あの人は。でさっき言いかけてたけど、鎖的なものをつけてる感じじゃないから、また鎖の音は何だったんだろうってことを考えると、また別に他に鎖マンがいるんじゃないかという不安と不満があるのですが、逆にあの赤ちゃんに一回バレてみるってのも、赤ちゃんって言っていいのかわかんないけど、バレてみてどういう感じになるのかっていうのも一度体験してみた方が良さそうだよね。お、来てそう来てそう。なんかこのゲーム、ゲームオーバー的なものが今んとこないから、あ、戻されちゃうんだ。じゃあ何かしなきゃいけないのか。一旦隠れてて、ちょっと近づいてきてるけど、通り過ぎつつ、折り返してくる。おやーってなるけど、なんだろうね。彼は別に妨げてくるだけで、何か先に進めるイベントを何かしてくれるわけではないのか。あれ、これ新しいところか。あれ、ちょっと顔が違う。こっから先は進めなさそう。でもなんか左側、下に降りるとこあるね。あ、やっと着いた。これで新しいとこに行けそうな気がする。同じとこぐるぐる回って、同じとこなのか新しいとこなのか分かんなくて、多分これもう新しいところだよね全部。あー、また人形が。あー、ちょっとおでこんとこ割れてる。じゃあなんもない。わ、なんかグロい、グロそうな絵だな。チーズと、なんだろうな、肉っぽい。こう入って、暗いけど、特になんもなさそうだな。で、また、曲がり角。赤ちゃんいなさそうだけど、いないね。あ、でもまたロッカー、戸棚がある。あ、普通に行けるんだ。ここ入って、お、新しい人形。ああ、みたいな顔してんね。なんか顔が違う意味あんのかな？覚えてなきゃいけなかったかな？あ、降りられる。どんどん地下に向かってってる感じかな。着きました。ここは、ベッド。ベッドルーム。また曲がり角だよ。また赤ちゃんと、あれすんのかな？追いかけっこすんのかな？かくれんぼか。
やでも、うおびっくりした。あー来た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 、際どい。あーそこで、あーあ、なんかベッドルームは一種のセーブポイントみたいになってるんだ。助かる。若干テクニック的なところが試されるようになってきましたね。これで音がしたら走るって感じでいいのかな。大丈夫か。おお、しよしよし。おお、あ、入ってくんだ。画面移動すればセーフって感じではない。ほーん、わ、穴がいっぱい。おお、あ、夢でした。ふぅ、はい、じゃあちょっと今回この辺にしときましょうかね。なかなか新しい驚きを見せてくれるゲームですが、今後ともちょっと楽しみになってきました。はい、ということでね、次回以降もご視聴いただければと思います。それではバイバイ。じゃあね、おやすみなさい。